私たちは製造させない球児を壊さない浜松総分かり総統のメンバーです。ただいまから11年間憲法公布記念日総統として皆さんに平和の訴えを1時間にわたって進めていきたいと思います。今日11月3日は日本国憲法が公布された記念すべき日です。73年前私たち日本国民は日本国憲法を制定しこれを公布し第9条は世界に先駆け義務教育軍事を徹底した平和主義を掲げ今なおその光は世界を照らしております。英語民間テストは中止になりました。全国の高校生や学校の先生方や教育関係者の大きな不満の中で中止となりました。しかし身の丈の選択をすればいいんだと言ったあの人には本当はやめてもらわなくてはなりません。それだけではありません。つい先日1週間の中に経済産業大臣、法務大臣という重責を担う大臣が相次いで辞任いたしました。いわゆる安倍改憲の憲法9条2項を残したまま憲法に自衛隊の存在を明記するというこの安倍改憲案を重要課題にしようとしております。私たちはこれを許すわけにはいきません。憲法9条に自衛隊を明記する9条2項を残したままいいじゃないこれ、そんな声が国民の中にうつうつと湧き上がってくるかもしれない。本当に重大な改憲の局面であります。国民の中では今憲法なんか改正する必要があるのという声は圧倒的です。自民党の中でも今こんなことやってる時じゃないだろうという声がありますが、安倍一強内閣の中ではこうした声が自民党の中で大きな声になりません。それだけに自民党は草むらの保守というか右翼の団体国民会議を利用して草むら的にこの安倍改憲を持ち上げようとしております。いろんな問題でくれ野党が統一してそして安倍政権を倒していくこういう動きがどんどん加速しております。ぜひ皆さん憲法を変えるこの自民党の政権憲法を変えるためには変えるというそういう動きを進めていく。これには野党連合政権を作っていくこういうやはり一番のチャンスをぜひ皆さん一緒に進めていこうではありません。後に目を凝らすものは現在に対しても盲目になるというような名言といいますか警告を発したのがあの当時の各地の犯罪をしっかり一番していくことが大事だということで大統領として大統領として大統領として大発表した総理の出発検査に対する反省をしっかりとすることをやはりあの過去に目を届かないそういう立場で現在もまた同じようなことを起こそうとしている再び戦争することに日本がなろうとしているそれに対する憲法9条を変えるには何としても過去の過ちを繰り返させないために憲法9条を守り抜くこのことが今、全ての国民に求められているのではないでしょうか。私は、言葉の子を返します。今、安倍さんは、憲法を変えて、自衛隊を海外に出そうと、たくさんであります。日本の男の子を戦争のために運動してはありません。憲法をちゃんと守って、平和な日本を作っていきたいと思っています。万が一戦争したら安倍さん一人で言ってください。
日本人の若者を教師に早速ありません。無力ではない、この力を
私は日本国憲法の9条と前文をここで立っております。で9条は日本の国のものばかりですね。で前文はね、世界の平和、ね、世界がどうして平和になったということでね、ものすごいこの哲学的な歌になっております。今日は歌わないで日本国憲法の9条だけね、ちょっと言います。日本国民は正義と秩序を表達する国際政法政治に基準し、国権の発動とる戦争と武力による威嚇または武力の行使と国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。